ミシュムをご覧いただいている皆さん、こんにちは、三浦篤弘です。この度、11月4日に行われます私の引退試合を皆様と共に作っていこうということで、クラウドファンディングサービスのウィシムというサイトでプロジェクトを立ち上げさせていただきました。2011年4月4日にブログにて引退発表させていただいてから、皆様とお会いする機会を何とか作れないかと思っておりました。今回私にとっても思い入れの日発三ツ矢球場にて引退試合をさせていただく運びとなりました。ぜひ会場でお会いしましょう。三浦篤弘でした。